なんかビニシウスがバロンドール受賞するらしいっすね。本当かどうかわかんないけど、たださ、僕あんまり納得できないんだよね。僕がさ、バロンドール取った方がいいと思ってる選手はケインなんすよね。タイトルはさ、取ってないけど、誰よりも点数取ったのケインじゃないですか。そのレアルマドリードの選手がさ、バロンドール取りすぎだよね、正直言って。バロンドールでも人気投票みたいなもんだからね。バロンドールはあんまりエンタメとしてはいいけど、まあ、茶番でしかないと思うわ、正直。ロドリと違って代表で全然やん、こいつ。まあ、確かにな、代表とクラブどっちでも活躍するっていうのは重要だと思うけどね。まあ、ただ代表はね、自分の生まれた国がさ、そのサッカー強くなかったらちょっとかわいそうなところはあるけどね。まあ、でもブラジル結構強いからな。あ、でもそうでもないか、最近は。今年のバロンドールは過去一パッとしないな。まあ、確かにね。メッシとロナウドがさ、ちょっとすごすぎたから。まあそらしょうがないね。まあでも、見慣れてくるでしょ。そもそもリュディガーのスタッフいじめを見て見ぬふりしてたマドリー関係の6人は、ノミネートの資格すらないだろ。あ、これ結構話題になってるよね。ね、これ真相はどんな感じなんだろうね。ちょっとわかんないけど。切り取ったとこしか見てないの、情弱は黙ってた方がいいと思うけど。そこも切り取りしか見てないから、まああんまり深いことは言えないけど。ただ、あれは良くないよね、あんなのは。って思う。にしても今年は絶対ロドリだろ。まあ確かにな、ロドリもいいと思うよな。ケインな。まあでもフォワードは有利になるか。そっかそっか。点を取るっていうのは有利だから、ちょっとフォワードばっかになっちゃうからね。バロンドールは。そう、カルパハルもいいよね。まあでも、どこだろうな。ケインかロドリじゃないか。てか、スーパーバロンドール、スーパーバロンドール、メッシに授与されないのかな。授与してほしいよね。